えちょっと BGM 消すなぜかというと私が頭が回らなくなってしまうからまあし知らないねそういうことを知らない人もいるけれどもでももしその人にの耳に入った時に誤解されたくないなっていうことなのであのー、伝えさせていただきますとで今私が何をこう言われているかというと。 えー、ATM っていう言葉をこうホロリスとかけてホロリスは ATM なんじゃないかみたいな、えー、ことを思っているんじゃないかと言われております。で私もそう,こう言われているっていうことを知った時に自分のアーカイブを見てあの、うん、確かにこれはそう思われても仕方がないことだなって。 自分で思ったんですよ。その、私はそういう意味で言ったわけじゃないけれども、自分のアーカイブを見たら、確かにそう思われてしまっても仕方がない、あの、タイミングだったし、あの、だから勘違いしてしまう人も、うん、これは自分の責任だなって思いました。で、自分の意図をちょっと説明させていただきたかったんですけれども、 私はこう ATM っていう言葉からホロリスを連想したわけではなくてあの ATM っていう話はその話で私は終わっていてあの別の意味合いでその CPU そのマージャンのね CPU があの上がり牌を忖度して渡していたりとか手加減をしているように あの、見えたっていうところで、あの、すごい、ホロメンが大好きだから、上がれるように、忖度して上がり杯を渡してくれたんじゃないか。ホロメンだから手加減してくれてるんじゃないか。っていう意味合いで、本当にまた、全く別の意味合いで、あの、その、もしかしたらこの CPU は、ホロリスかもね、みたいなことを伝えてしまったんですよ。ただ、 ATM っていう言葉の後でそれをあのただフォローリスだよねって言ったから確かに ATM と関連づかれてしまうしそう思われてもか仕方がないしそのタイミングだったりとかそういうことで勘違いさせてしまったなって思いました。うん、これはは悪意がある切りり抜きっていうよりは 本当に私が配慮に欠けたというか、アーカイブを見直して、私が、うん、私がこれはタイミングが悪かったって思うし、うん、なんか、そう、勘違いしてしまう人は悪くないし、私はそういう意図がないよっていうことだけ、ちょっと伝えさせていただければなと。そういう意図がなくても、そういう意図に聞こえてしまうような、 あの発言になってしまったことは本当に申し訳ございませんでしたこう頭の中で CPU を見た時にずっと思っていたことがその,あのその時に出てしまったっていうことだけはちょっと理解していただきたいなと思います、はいあのー、今回その私がタイミングが悪くそう思わせてしまっちゃったっていうのは本当に申し訳ございませんただ あのそういった意図も全くないし、この場でね、ちょっと自分の口からあの説明したくて、私,私がねあの、悪かったことなので,、はい、で、関わってくれてた先輩たちにも、あのこういった意図でしたということであの、ご理解はいただいていたんだけれども、改めてあの謝罪はさせていただきました。本当にみんなに皆さんには ごごご迷惑とご心配をかけて申し訳ございませんでした、うん、これからねまたより一層あの見られているたくさんの方に見られているっていうことをしっかりと自覚し,しながらこういう場面ではこういうことを言っては勘違いをされてしまうっていうことをちゃんと頭で考えつつ楽しいねみんなが傷つかないエンターテインメントをしていけたらいいなって思っていますので。 よかったら、あの、応援していただけるとすごく嬉しいですという意図でした。本当に申し訳ございませんでしたということでね、ちょっとお昼間のね、あの楽しい時間帯にこのようなお話をして申し訳ない。